おはこんばんちは。ちゃんまつ .com です。昔、日本で一番距離が長い踏切がありました。留置線にまたがっていたため線路が11本、長さ127メートルもあり、少なからず、マニアにとっては観光名所となっていました。しかしその長さから危険性が指摘され、結局2009年に廃止。Google マップからも確認できなくなってしまいました。ということで今回は、五日市線、青梅線、八甲線、そして、西武拝島線、さらに、貨物列車まで発着する、拝島駅を、プラレールで再現してみたいと思います。では、行きまーす。まずは、青梅線、五日市線の2面3線の駅と留置線2本を設置。北側に八甲線の1面2線の駅と、留置線1本。さらに北側に西武拝島線の1面2線の駅を作ります。青梅線青梅方面に、各種ポイントレールをつなげましょう。五日市線武蔵五日市方面にレールを伸ばし、青梅線と八甲線の分岐もしっかり再現します。八甲線駒川方面にも、レールを伸ばします。なかなかいい3分岐だと思います。反対側にも、各種ポイントレールを、つなげていきましょう。青梅線立川方面にレールを伸ばします。八甲線のレールをつなげつつ、拝島駅特有の留置線も、Google マップを見ながらつなげます。八甲線は坂直線レールを使って高くします。青梅線の留置線も、しっかり再現していきましょう。最後に西武拝島線のレールをつなげます。各種ポイントレールを使って、小平方面にレールを伸ばします。最後に横田基地につながる専用線も、再現しておきましょう。車止めを取り付け、車庫を置いて、信号機を設置します。地下レールでコンコースを作り、ステーションパネルで駅舎を再現します。道路を敷いて、国道16号も再現しておきます。架線を取り付け、木を至るところに置き、盛り土を取り付けたら完成を見てみましょう。どうでしょうか？拝島駅の完成です。早速各路線の車両を置いてみましょう。いかがでしょうか？日本一の長さを誇った踏切も、現在は関係者以外通行ができなくなってしまいました。運が良ければ貨物列車の入れ替えが見られるかもしれません。貨物列車は西武線を平面交差して通るので一度は見てみたいです。八甲線のプラレールは今度作ろうか検討します。他にも再現してほしい駅がございましたら、ぜひぜひコメント欄にて受け付けております。それでは走行動画をどうぞ。